日本語能力試験 N2 懲戒問題一一番男の人と女の人が見本一の準備について話しています受付の際家族連れの客には何を渡しますか では、受付について説明しますメーカーやお店の人など業界関係者の人の場合はまず名刺をもらって、この青い参加証を渡してください紐がついているタイプで、会場内ではこれを首からかけてもらいますこれがあれば、一回出てもまた再入場できますじゃあ、首からかけている人には何もしなくていいんですねそういうことです で、一般のお客さんはこっちの白い方ですそれから私たちスタッフとブースを出しているところはこの赤ですわかりました次にこの会場案内です期間中のイベントのプログラムも書いてあります、えー、ここですねそれと今回は第10回ということで記念品のペンがあります箱に入れてあるのでそのまま渡してください 分かりました受付の際家族連れの客には何を渡しますか 2> 2番女の人が 駅の案内所で係の人と話しています女の人はどの切符を買いますかすみません土日限定のお得な切符があるって聞いたんですがはい土日限定のものですと2種類ございますこちらの区間内の電車と市バスがご利用できて有効期限が当日のものと2日間のものがございます それからこちらは、今月だけの期間限定で発売しているものなんですが、土日を入れて3日間、区間内で乗り降り自由となっております。へえ、おいくらなんですかはい、当日のものは1000円、2日間のものですと1800円、こちらの3日間のものは2600円となります。あと、当日限りで電車のみのご利用というのもございまして、そちらが800円です。 どのようなご予定ですか今日を入れて3日間なんですが今日はもう移動しないでそのままホテルに行きます明日は朝早くからいろいろ回りたいんですで月曜は桜タワー行って帰るだけっていう感じですそれでしたらこちらがおすすめですバスは路線も多いですし頻繁に走っていますのでついてた方が便利かと思います わかりました。じゃあ、これにします。女の人は。どの切符を買いますか。三番。会社で。 男の人と女の人が話しています女の人はこれから何をしますかプレゼンの準備、大丈夫ですよね忘れ物ないですよねうん、資料のデータは USB にも入っているしこの PC にも入っているしサンプルも持ったし、パンフレットも、ほらサンプルは1セットじゃなくて もう3セットぐらいいいいあった方がいいんじゃないですか。説明している間にお客さんにも直接手に取ってみてもらった方がいいと思うんですそうだね説明を聞くだけよりずっとわかりやすいからねじゃあサンプルはあと3セット持ってきてくれるわかりましたそれからパンフレットももうちょっとコピーしていきましょうかいやパンフレットはこっちの封筒にまだだいぶ余分があるから大丈夫。 女の人は、これから何をしますか四番図書館で、男の人と係りの人が話しています。男の人は、これから何をしますか すみません、この本を借りたいんですけど、はい、この書籍番号の数字が書かれた棚にあります。じゃあ、この本だと番号が320だから320の棚にあるんですね。そうです。320だとあちらの壁沿いの列になりますね。手前から4つ目の棚です。わかりました。ありがとうございます。あ、ちょっと待ってください。 お荷物はロッカーに入れていただけますかロッカーああ、わかりました。お金は戻るんですよねはい。あ、そうだ。コピーはできますかええ、あちらの階段の脇にコピー機があります。一枚十円になります。わかりました。どうも。男の人は これから何をしますか。五番。女の学生と男の学生が話しています。男の学生はこの後どうしますか。あれ、どうしたの。 ぐったりして。昨日から体がだるくて熱があるみたい。顔赤いね。辛そう。ねえ、病院に行った方がいいんじゃない？うん。でも帰って薬飲んで寝るよ。今日はもう授業もないし。そうした方がいいよ。うん。じゃあレポートを提出したら帰るよ。レポート？提出先は？ 田中先生のの研究室のポスト。じゃあ出しておいてあげるよこれから授業であっちの方に行くからえいいのじゃあそうしてもらおうかな男の学生はこのあとどうしますか 問題二。一番大学で男の学生と女の学生が話しています男の学生はプログラムの何がいいと言っていますかあ、マリアさん エレベーター前のポスター見た正月を仲間と過ごそうっていうタイトルのいえ、何ですかそれ留学生と日本人学生が集まって年末年始を一緒に過ごすんだよいろんな行事とか体験しながら大学のゲストハウスに4日間泊まって食事付きで5000円かなへえ、面白そう私、今年は国に帰らないし 参加してみようかな。四日で五千円っていうのも安いですね。うん、僕も参加したことあるけど、よかったよ。いろんな人と知り合えて。マリアさんにおすすめだよ。じゃあ、早速資料をもらってきます。男の学生は。プログラムの何がいいと言っていますか。 2>, 2番、男の人と女の人が話しています。どうして打ち合わせの予定を変更しなければなりませんか原さん、ABC 広告との打ち合わせの日を変更しなければならなくなったよ。どうしたんですかサンプルも上がって準備はできてるのに。 十五日だと青木さんが打ち合わせに出られないんだよ。ああ、彼大阪に出張でしたね。でも日にちが重ならないようにしてたんじゃないんですか？うん。大阪の件はもともとは十四日で約束してたんだけど、先方がどうしても十五日にしてほしいって言ってきたらしい。そうなんですか。まあしょうがない。でも。 ABC 広告とは今回が最初のプレゼンだし、どんな質問とか注文とかが来るかわからないしね。デザインをした本人にはいてもらったほうがいいんだよ。そうですね。じゃあとにかく日にちを変えてもらうしかないですね。そうなんだよ。どうして打ち合わせの予定を変更しなければなりませんか 3番国際フェアについてスタッフが話しています。今回初めて演奏をするかもしれない国はどこですか今年は去年以上に盛り上げたいねもちろん。料理はいつもにぎわうからステージに力を入れたいねそうね。 去年は中国のニコとかタイの踊りとか評判良かったけどステージのプログラムは少なかったかなあと2つ3つ欲しいよねうん2つだねニコってチェルみたいな楽器でしょあの音好きだな優しい感じでやっぱり音楽はいいよ人が自然に寄ってくるしうんじゃあガムランはどうああいいんじゃないかな バリ島は日本の女性に人気があるからねそれにインドネシアはまだステージでは何もやったことがなかったから新鮮でいいと思うそうね分かった僕はモンゴル相撲が見てみたいな最近モンゴル出身の力士が多いから日本の相撲とどう違うか興味ある人多いと思うそれも良さそうじゃあそっちをお願いね分かった 今回初めて演奏をするかもしれない国はどこですか四番男の人と女の人が話しています。どうして最初に提案した店にしなかったのですか 田中さん、今年の忘年会はどこがいいでしょう。そうね。ミラノは駅からちょっとあるけど。ああ、あそこは間違いないですよね。雰囲気がいいし、料理もおいしいし。値段も手頃だしね。もしくは和食の店で藤屋かな。こっちは駅前だから便利だよね。ああ、藤屋もいいな。 魚がうまいでで。すよね、新鮮でうーん困りましたねでもあれかなミラノはここのところ続いてるのよね野田さんの送別会の時もあそこだったし確かにちょっと多いかもしれませんね変えたほうがいいですかねそうねいいんじゃないふじやでじゃあ早速予約しときましょうか。 年末はすぐ埋まっちゃいますからうん、そうしてどうして最初に提案した店にしなかったのですか五番 夫婦が話しています。夫は、部下に対して怒っているのは、なぜだと言っていますかどうしたのまったく、最近の若いやつは言うことがめちゃくちゃだ。言葉遣いまあ、敬語とかの間違い、多いよね。それはもう諦めてる。でも、 会議に遅刻しておいて謝り方も知らないというのはどうかと思うなんて言って謝ったの資料の準備が大変だったから仕方がないっていう言い方なんだよ確かに大変だったのは俺も知っていたけれどだからといって全然自分に責任がないような言い方をすることはないだろうあれじゃあ他の部の連中やお客様に恥ずかしいじゃないかまったくもう 夫は部下に対して怒っているのはなぜだと言っていますか六番留学生と女の先生が話しています留学生は どこの紅葉を見に行くつもりですかジョンさん、日光は紅葉どうでしたそれが、いい時期はもう過ぎてしまったみたいなんです。そうですか、京都は来週が見頃だって、昨日ニュースで言ってたけど、日光はちょっと早かったんですね。どうして 日光と京都でで時期が違うんですか日本は小さい国だけど意外に南北に長くて高いところと低いところの高低差もあるから地域によって気候の差が結構あるのよだから紅葉のシーズンも北から南にだんだん移っていくのそうかそれで京都の紅葉は来週が一番いいんですね。いいなあ。 見てみたいなこの時期の京都はすごく混みますよ宿が取れないんじゃないかなそうなんですかでも宿はどこでもいいんでちょっと調べてみますあ、先生桜はどうなんですか桜も北から南なんですかいえ逆です南の方からだんだん暖かくなって花が咲いていくから 南から北の順になるんです東京は3月の終わり頃から4月がシーズンだけど北海道は6月頃に咲くところもあるんですよなるほどじゃあその頃を楽しみにしてます留学生はどこの紅葉を見に行くつもりですか 問題3 1番 1> テレビでアナウンサーが話しています学生の就職活動を就活と呼ぶのと同じようにいつの頃からか結婚を目的にした活動を婚活と呼ぶようになりましたさてこの婚活 最近では活動のスタイルや関連のサービスなどにさまざまな広がりが見られます。注目したいものの一つに注目したいものの一つに市や町など自治体の支援が挙げられます。例えば婚活中の男女を集め、彼らに格安の利用券を提供して。 地元のレストランやレジャースポットなどを一緒に回ってもらうというようなものですより多くの人と気軽に知り合うことができるということで大変好評のようですこのように今や婚活は単なる個人的な問題にとどまらず少子化や若者離れに悩む地方社会にとっても大きな関心事になっているようなのです この話の主なテーマは何ですか ?1、1> 就職のための活動 2>, 2、結婚のための活動3、若者の地方離れ4、 2番 2> 留学生の女の人がゼミの先輩と発表の手順について話していますオリガさんうちのゼミは発表の手順がちょっと変わっているので説明しとくねそうなんですかじゃあお願いしますうん発表する前に必ず2人のゼミ生にチェックをしてもらうんだよ2人からは 問題点なんかを書いた質問票が送られてくるからそれに対する回答と修正をして最後にレポートとその質問票をみんなにメールするそういう流れなんだか複雑そうですね具体的にはどういうスケジュールになるんですか2人にレポートを送るのが2週間前みんなにレポートと質問票を送るのが3日前 とにかく2週間前に用意しないといけないんですねじゃああと3週間かわかりましたどうもいつまでにレポートをみんなにメールしなければなりませんか発表の3週間前 2> 2 発表の2週間前3発表の3日前まで4発表の前の日まで3番女の学生と 男の学生が話していますねえ聞いて昨日上田先生のゼミで発表したんだけど珍しく褒められちゃったへえすごいねあの先生厳しいって有名だからねよく叱るんでしょそうなのだからちょっとやる気が出た人間褒められると伸びるって言うもんねスポーツとか運動能力についてよく言われるみたいだけど 勉強もそそううう。だよね。そう思う成績が悪いとかうまくできないからって叱るのはどうかと思うなうんむしろ逆効果だよね。やっぱりちょっとでも自信とか達成感が得られるのがいいんじゃないかなそうねあとうまくできた時にご褒美がもらえるともっとやる気が出る何か買ってもらえるとかおいしいものが食べられるとかそりゃそうだよ 2人は何について話していますか 1, 1. 叱ることについて 2. 2褒めることについて 3. 努力と成果について 4. 人の能力について 4番女の学生と男の学生が話しています田中さん自転車見つかったんだってよかったねそれがそうでもないんだよ5000円も取られちゃって5000円どうして昨日市の方から連絡があったんだよ自転車取りに来てくれってなくしたって届けは出してなかったんだけど自転車の登録をしてたから ああ、あ防犯登録ねで、どこにあったの違法駐輪とかの自転車を保管してるとこバス停のそばにずっと置いてあったみたいえじゃあそれで払わされるの盗まれたって言えばいいじゃない言ったよもちろんでもそういう言い訳をする人は結構いるんだって違法駐輪してるのにお金払いたくないもんだから嫌だねそういうの。 結局どうしようもないから払ったよもったいないね届けでしなきゃって思ってたんだけどずっと忙しくてさつい後回しにしちゃったんだよね5000円の支払いは何に対するものですか 1, 1自転車の登録をしなかったこと 借りた自転車を返さなかったこと市の自転車を勝手に使ったこと <4 S 1> 止めてはいけないところに自転車を止めたこと。 5番車内でアナウンスをしています総務課からのお願いです社内の皆さん席を離れる時にパソコンをつけっぱなしにしていませんかオフィスには社外の方が出入りすることもあります重要な情報を画面に出したままにしないでください書類なども同じです 机の上に広げたままにせず、使用後はすぐファイルに戻すようにしてください。また、無駄なコピーを取ると、それだけ情報が漏れる危険が高くなります。コピーは必要な分だけにしてください。以上、総務課からのお願いでした。 何を呼びかけていますか 1, ?1 電気を無駄に使わないこと 2, 2道具や機械を大事に使うこと3情報の管理に気をつけること4身の回りをきちんとすること 問題四。一番。そろそろ開始予定の時間ですが、先生はまだお見合いになっていませんか？一。すぐ伺います。二。またおいでになります。三。まもなくいらっしゃると思います。 2番あの奥の会議室も鍵を閉めちゃって構いませんか？1。ええ、開けても構いません。2。閉めたままにしておいてください。3。すみません。もうちょっと使いたいんですが。 3番今のビジネスマンには携帯が欠かせませんね今のビジネスマンには携帯が欠かせませんね1い,いえ欠かせます 2, 2本当にないと仕事ができません3 4番、荷物が多いですね。どれかお持ちしましょうか。1ええ、じゃあこれを持ちましょう。2 2> じゃあこれ持ってもらえますか <3 S 2> ありがとう。じゃあこれをお持ちします。 番「今度の企画なかなかいいね」「い,いえどういたしまして」「2 2> なかなかですか自信はあったんですが」「<3 S 2> ありがとうございます」 6番。やっぱりここのコーヒーは違うね。1。1> うん、最高だよ。2>, 2。残念だね。期待してたのに。3。なんで普通のコーヒーが出せないんだろう。 7番。すみません。それ、取っていただけませんか? 1。一。はい。取りましょう。二。これですかどうぞ。三。いいんですかどうも。 8番。部長、その企画、私にやらせていただけませんか1。そうですね。じゃあ、やらせましょう。2。そうだな。じゃやってもらおうか。3。そうねえ。じゃあやってあげましょう。 9番あ会議室取っといてくれた 1, 1はいこれから予約します 2, 2はい押さえました3いえ取ってあげられませんでした 10番、いやー、お待たせしてすみません。1、いいえ、どうぞご遠慮なく。2、いいえ、お待ちしておりました。3、いいえ、お忙しいところすみません。 11番ねえこのお菓子おいしいよ食べてみたら 1, 1どうぞ遠慮なく 2, 2甘いものはどうも3そんなふうに言われるなんて嬉しいです。 問題五。一番。男の学生と女の学生が美術館の職員と話しています。入場料は千円か。学割が使えるから二割引きになるんだよね。あ,あ、いいんだよ。招待券があるからいらない。あ,あ、そうなの。じゃあありがたく。すみません。 これで2名お願いしますはいあ、すみませんこのチケットは1枚お一人様のみのご使用になるんですがえ、そうなんですかあ、ほんとだ1名って書いてあるこの間のチケットは2名分だったんだけどなまあしょうがないじゃないじゃあ1人はこれで1人は学生割引ではい 学生はい,い12,000円2600円31,000円4800円 2>, 2番料理教室で女の先生が話しています今日は皆さんに白菜を使った料理に挑戦していただきます白菜はもともと冬のお野菜なので鍋料理が代表的ですがそれ以外にも様々な料理に使うことができますどの部分を使っても美味しく食べることができますが場所によって 硬さや味に違いがあります外側の青い葉は硬くて苦みが少しあって油を使った料理や鍋料理によく合います中心部分は柔らかく甘みがあってサラダや漬物などにぴったりですではまずどんな料理にチャレンジするか考えてみてください白菜か 何か変わったものがいいけどお寿司じゃ変だしでも要するにキャベツみたいなもんだよねじゃあロールキャベツとかがいいのかなあそれいいかも合いそう私はサラダにしようかな毎日食べるからメニューが増えると嬉しいいいんじゃないキャベツとかレタスとかが高くなった時に代わりに使えるしそうだなあ。 僕もそういうのにしようかなそういうのって普段食べるようなものそうするとやっぱり炒め物だな簡単にできるから中華風に豚肉とか人参とかと炒めようかなじゃあ私がロールキャベツやろうかないいもちろんほらサラダだとすぐできて面白くないしそれにこれからどんどん寒くなるじゃない あったかい煮物の方がありがたい気がしてきたでも普通じゃつまんないから和風にしてみようかなあいいねそうして「質問 1, 1女の人はどのように調理しますか?」。 質問2「男の人はどのように調理しますか?」。